じゃあパンケーキ作ります。これこれ使えないかな。いいよ、味噌のやつだけど。なんかえ、こんなのなんかさ、剣じゃない。200ミリリットル。200？うん。弱火だからさ、うん、めちゃ時間かかるんじゃない？あ、なんか壊れてる。どうしよう。壊れた？壊れたよ。え？ほら。でもさ、これ替えあるでしょ？あの前のやつ。あるよ。あるし、多分取れるよ。さすがに。さすがに？うん。ついちゃってるしね。え？なんかまだなんか液体がにょろってるんだよ。にょろってた。まあでもでもでも。あ、でもいちごの匂いがする。タイではある。いい匂いする。コーヒーの準備。ねえ、もう食べ物で遊ばないで、怒られるよ。やめな。本当やめて。やばいやばい、めっちゃ跳ねる。いきます。鼻。ほら葉っぱ。ねえ、え、ちょっとうまくない？言っとけ、奥もうまいから。ねえ、ちょっとうまくない？葉っぱ。ダメです。おお。ねえ、ぐちゃぐちゃ。あらあら。これがアートですね、真の。こっちの方がなんかちょっと針葉樹林みたいじゃない？なんか無理、むけない、うまく。あ、ちょっと映ってる画面に。今日はおそらくいつ作ったかわからない、こうやって化石掘りが我々の楽しみですいつ作ったかわからないカレーを解凍しています。ごちゃごちゃで、これはこれ本当にリアルに多分これは半年以上前のシチューこれはもうちょっと、これはもうさすがに解凍済みの米なんでこんな詳しくさ誰がさ知りたいのこれこういう日はこれに入れます。今日の昼ランチ、カレーライスとサラダがんばれ。証明写真のやつです8ユーロだって。カードの。え？
多分わかる。豚肉、豚の薄切り、豚バラ肉か。これ。オニオン、フライオニオン、オニオンフライ。フライドオニオン。これはサラダなどにかけます。で、豆腐。柔らかめ。で、最後にかぼちゃ。3.8 ユーロ。熱。なんていうとこのバーガーだった？なんとか66。ジャンキー。こっちの方が豪華なやつ。18ユーロぐらい。こっち11ユーロぐらいプラスオニオンじゃない、シャンピオン。いただきます。じゃーん、ブドさん、ちっちゃいブドウ。話が読めないで、いいから。本当かお前。うん、うん